二代目、校舎関東航空学校は、関東政府及び公衆国民政府によって運営されていた航空学校。1924年から1936年の12年間、425人が卒業し、当時では最も長く運営され、多くの学生を養成した航空学校である。孫文率いる中華革命党は、 軍閥を殲滅し中華統一を果たすべく、海外華強と協力して、日本の滋賀県妖怪地町に中華革命党航空学校、アメリカに美州航空学校や図教飛行機講師、カナダに中国強化飛行機学校等の飛行学校を創設し、要戦率、騎平校、陳慶文らパイロットの育成に着手した。また、1916年の五国戦争では、 中華革命と航空学校卒業生と、坂本敏一、立花良患ら日本人、共感9名を含む87名の人員が、中華革命軍東北軍指揮下に、家境義勇団引き隊として、7月より山東省、県城に、実戦投入された。1917年9月、関東軍政府大元帥として、 甲州に拠点を構えた孫文は海外で訓練を受けた佳境パイロットとマカオで購入した航空機を集めていた。そうしたパイロットの超恵み長、林福本、丹念の3人は1919 19年1月、甲州に飛行学校の設立を立案。しかし、丹はサンフランシスコで人力車に乗っていたところを何者かに暗殺され、計画は頓挫した。 1920年、大本水府のもとに航空局及び中山航空隊第1隊と第2隊が編成された。1921年、孫文は62項目からなる国防計画を策定、うち9項目に航空忠国と題し、航空隊の拡充、航空学校の建設によるパイロットの自主育成や飛行場、修理施設の設置を立案した。 本計画に基づき1924年7月、関東軍事引き学校として設立。前年度より引き賞として利用されていた、東山新川浦の川製品工場跡に建てられたが、経費の関係により、学校の設備は非常に粗末なもので、練習機は4機のみであった。後に航空局がある大津など飛行場付近に移転。第1機学生は、 候補軍官学校第一期生から竜久も、大沙を、表一し、王、万宝、遠征、各余女の七人、引き修理賞から東卓、金新一、僕安氏久氏が選定された。1925年は秋、第一期生卒業。しかし飛行時間が不足していたため、関東国民政府は8月30日に竜久も、東卓、大沙を、王、 氷人氏僕安氏久氏の6人をソ連に留学させた。第2期学生は1925年7月に候補軍艦学校第2期生から選定され9月に入学10月から正式に開学した飛行班と観察班の2班がありそれぞれに10人の学生がいたしかし観察班の学生の要求で全員が飛行班に編入 1926年1月、候補軍艦学校第3期卒業生のうち20人が観察班に編入。1926年6月、ソ連顧問の決定により2期生から10名がソ連に送られ、航空学校、レニングラード機械学校、モスクワ中山大学などで学んだ。1926年7月、北伐により、航空学校が所有していた航空機は、 北伐引隊に編入されることになり、飛行班の学生は航空部隊に送られ活動し、観察班の学生は陸軍部隊に送られ空地連絡を担当した。1927年1月、ボロディンの権議で教官とに帰省を再びソ連に留学させることとなり、17名がボリソグレプスクの第二航空学校で飛行訓練及び整備訓練、4名が モスクワ特設技術学校で無線訓練を受けた。1927年6月、国民革命軍総司令部航空学校に改名。1929年5月、国民政府の南京セントと同地の中央陸軍、軍艦学校航空班の新設により、第8祖事軍の遺憾となり、国民革命軍第8祖事軍総指揮部航空学校に改名。 1931年5月、小解析に反旗を翻した関東国民政府に接収される。同年7月、甲州天が飛行場南西部に、関東空軍司令部兼航空学校、新校舎完成。それに伴い国民革命軍、空軍総司令部航空学校に改名。1932年7月、国民革命軍第一集団軍航空学校に、改名。 1936年6月、旅行事変により、関東空軍解体、司令部権校舎は、航空委員会関東方面司令部権、中央航空学校関東文校となり、在学生は、中央航空学校第7期生と第8期生に編入された。ふとじ戦車。者、ありがとうございます。